全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第23節、エスパルス対シエロ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半37分、エスパルス両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ジアス、フィントをかけます。白井、ここからどう展開するのか。白井、ジアス、このボールを受けました。伊藤、ここで攻撃のリズムを変えます。ジアス、素晴らしいコンビネーション。ジアス、白井、相馬、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルで攻め上がります。前半39分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。沢登り、体で止めに行った。三浦、このボールを奪いました。森島、ここからどう展開するのか。ボールを三浦、このボールを受けました。素晴らしいコンビネーション。外してしまった。真田、なんとか守りきりました。現在のところ得点はありません。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半45分のスタートです。後半戦の序盤、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。パス、前田、ルンガ、このボールを受けました。ストイコビッチ、ここで攻撃のリズムを変えます。ルンガ、素晴らしいコンビネーション。どうだ、前田、クリア。ジアス、周りの状況がよく見えています。後半の立ち上がり、エスパルス、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ラモス、止める。マッサーロ、一気に攻め上がります。どうだ、これが決まった。後半26分、エスパルス、この辺りで追加点が欲しいところです。このパスが通った。マッサーロ、いった。三浦、前川、直接キャッチしました。後半37分、シエロ、早く追いつきたい。時間は残りわずか。ロングパス、ラモス、ショートパス、ルンガ、ここでフェイント。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。ルンガ、三浦、
はここには誰もいません。ややディフェンスが手薄になっていました。試合終了の笛が鳴りました。1-0エスパルス、見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第24節、シエロ対セレッソ、雲がかかっています今日の試合。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半36分、シエロ、ここからどう展開するのか。森島、うまくつないだ。小倉、どうだ、インゴール。これはラッキーなゴールでした。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見て、この1点というのは果たしてどうでしょうか？この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、シエロ、
フィールドいっぱいに広がります。三浦、ストイコビッチ、森島、三浦、攻め込むチャンスを伺います。ストイコビッチ、チャンスになります。小倉、ゴールネットに突き刺さった、見事に決めました。後半13分、シエロ、現在2点のリードを奪っています。ストイコビッチ、誰にパスを出すのか。森島、神田、インターセプト。後半25分、シエロ、現在得点は2対0。前田、抜きました、パス、相馬、前田、ストイコビッチ、相馬、ゲームを組み立てます。前田、ドリブルで攻め上がります。森島、止まらない、まだ止まらない、ゴールネットに突き刺さった、素晴らしいゴール。後半26分、シエロ、大量リードで選手に余裕がうかがえます。加藤、先ほどから試合に入っています。さあ、ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ドリブル、しかしあっさりボールを取られてしまった。小泉、周りの状況がよく見えています。後半36分、セレッソ、ここは1点でも返しておきたい。マルキーニョス、アイコンタクトだ。ここからどう展開するのか。深川、いった、マルキーニョス、もったいないことをしました。試合終了の笛が鳴りました。3対0、シエロ、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。
こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第25節、ベルマーレ対シエロ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半戦の序盤、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。森島チャンス、シュート、パンチング、もったいないことをしました。野口 PK です。蹴りました。これはどうだ、クリア。ブッフバルト、周りの状況がよく見えています。前半12分、ベルマーレ。さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。奈良橋、パスを出します。ベッチーニョ、素晴らしいコンビネーション。奈良橋、ゴール前激しいプレイ。前川、パンチングでこのボールをクリア。よく反応しました。森島、ここからどう展開するのか。ボールを三浦、このボールを受けました。夏香、これは防戦一方。加藤、止められない。蹴った、キーパーがっちりとキャッチ。小島、ゴール前に立ちはだかります。前半25分、シエロ。さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。立てます、加藤、フェイントをかけます。反町、加藤、うまいフェイント。よく状況を理解していますよ。センタリング、三浦、フリーキックのチャンスを得ました。蹴った、このシュートはキーパーの真正面。前川、ゴールマウスを守ります。両クラブ最後の決め手を書きました。さて前半の試合展開をどう見られますか。そうですね、しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。さあ後半45分のスタートです。後半12分、ベルマーレ、1点を追うゲーム展開です。針の穴を通すかのような正確なパスですね。小ブラ、これは止めました。後半13分、シエロ、依然として1対0と1点のリード。森島、一人で持ち込みます。自分で持ち込んでシュート、ファインゴール。36分、シエロ、チャンスになります。ブッフバルト、パス、前田、ズバッ。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に得点を許してしまいますよ。やはりイエローカードが出されました。
試合終了の笛が鳴りました。0対2シエロ、見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第26節、シエロ対ジェフ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半13分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。前田、ルンガ、フェイント、パスを出します。森島、うまくつないだ。ルンガ、積極的に前に出ていきます。小倉、ゴール！見事な攻撃でした。宮澤、さあコーナーキックのチャンスです。ここからどう展開するのか。蹴った、秋葉、これが決まった。ジェフ、とうとう同点に追いついています。前半26分、シエロ。前半開始早々得点奪い合い、激しい試合展開になってまいりました。よく状況を理解していますよ。そうでなければチャンスになります。森島、小倉、ゴールネットを揺らしました。前半38分、ジェフ、1点を奪われています。マスロバル、中西、このボールを受けました。宮澤、ここで攻撃のリズムを変えます。中西、素晴らしいコンビネーション。タッチライン沿い、ラモス、倒された。
顔を見て上げた。今日ゴールネットを揺らしました。ジェフコートを同点に追いついています。両者決め手がないまま終わりました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。そうですね、見ていて緊迫感があっていい試合ですね。攻撃陣はどちらも調子はいいようですから、この後半戦が楽しみですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。一体どういった展開になるのでしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、シエロ、同点のまま試合は流れていきます。森島、三浦、チャンスになります。思い切ってシュート、ゴール。後半25分、シエロサイドに広がります。ラモス、ここでフェイント通りました。ドリブルで攻め上がります。うまくつないだ。あーと外してしまった。下川、ややディフェンスが手薄になっていました。後半38分、ジェフ、時間がないところで1点を追う展開になっています。大江の木、先ほどから試合に入っています。針の穴を通すかのような正確なパスですね。右に秋葉、ゲームを組み立てます。ディフェンダーマークにつきます。倒された、レッドカード。これで次の試合は出場停止になりました。大江の木、退場になります。すごすごとグラウンドから出ていきます。試合終了の笛が鳴りました。3対2、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。かなり首位からは離されていますが、少しでも上位を狙ってほしいですね。そういう意味では今日の勝利は評価できますよ。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第27節、ガンバ対シエロ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦始まったところ、ガンバ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ストイコビッチ、倒された。近藤、どうだ、ナイスセーブ。相馬、これはクリアします。前半戦始まったところ、ガンバ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。この人は本当に精神的に強いですね。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ルンガ、これは止めました。前半14分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。かろうじてパスが通ったという感じですね。磯貝、インターセプト。思い切りのいいプレーでした。前半37分、シエロ、選手が上がっていきます。やはりイエローカードが出されました。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半開始早々、ガンバ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ここで攻撃のリズムを変えます。ショートパス、ヒルハウス、フェイント。ここからどう展開するのか。ロングパス、山口、いった、これが決まった。森岡、この位置ではちょっと角度が厳しいか。直接狙った、直接キャッチしました。前川、非常にいい動きをしています。ここで試合終了です。1対0、ガンバ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。現在の順位などを考えたら、もうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第28節、フリューゲルス対シエロ、曇りとなっています。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半戦の序盤、フリューゲルス、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。山口フェイント、サンパイオ、速い攻めで一気に崩すか。この人は本当に精神的に強いですね。常に冷静にプレーするあたりはさすがですよ。サンパイオ、どうだ、前川パンチング、現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半開始早々、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。左に叩きます。オブラ、ルンガ、これは誰もいません。なんとか守りきりました。ジーニョ、さあ誰に合わせるのか。選手が上がっていきます。蹴った、大竹、ゴール、ゴール、ゴール、素晴らしいゴール。森島、コーナーからゴールを見つめます。チャンスになります。蹴った、前田、ゴール、一瞬の隙を突いて決めました。シエロ、とうとう同点に追いついています。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。両クラブとも譲らず同点です。前後半の展開をご覧になられていかがでしょうか。両クラブとも持ち味を出したいい試合をしていますよ。ここからは一瞬の油断で勝負が決まってしまいますから、集中力の勝負ですよ。さあこのファーストステージ、前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。決着は延長戦に持ち込まれます。今延長前半開始の笛が鳴りました。延長開始直後、フリューゲルスサイドに広がります。大江の木、先ほどから試合に入っています。サンパイオ、攻め込むチャンスを伺います。高田、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。大竹、このボールを受けました。パスを出します。高田、アイコンタクトだ、ドリブル、上げた、エバイール、ゴール、ゴール、ゴール、見事な攻撃でした。ゴール、赤い千金の一発、ついに決着がつきました。2対1、フリューゲルス延長 V ゴールで勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。
現在の順位などを考えたらもうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第29節、シエロ対アーペ。夜の闇に雨が映えます。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半38分、アーペ。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。モレーノ、ここで攻撃のリズムを変えます。大本、きれいにボールがつながります。さあここからど大本、モレーノ、フェイントをかけます。大本、どうだ、エクセレント、ビューティフルゴール。両クラブ最後の決め手をかきました。今日はディフェンスの状態があまり良くないみたいですね。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、間もなくキックオフです。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半の立ち上がり、アーペ。この辺りで追加点が欲しいところです。かろうじてパスが通ったという感じですね。ロングパス、野田、ショートパス、保坂、ここでフェイント。このパスが通った。野田、うまいフェイント。ラモス、かわされてしまいました。
大本、モレーノ、川本、モレーノ、エクセレントビューティフルゴール。後半戦始まったところ、アーペサイドに広がります。パス、ロングパス、田口、タッチライン沿い、左に叩きます。西村、井上、うまくつないだ。井上、西村、チャンスになります。井上、前川、パンチング、いい読みをしています。後半12分、アーペチャンスになります。桜井、ここで攻撃のリズムを変えます。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。保坂、アイコンタクトだ。センタリング、前川、直接キャッチしました。ナイスセーブ。後半26分、アーペ、フィールドいっぱいに広がります。イエローカードが出されました。後半38分、アーペ、その差を2点としています。大本、モレーノ、飛び込んできた、ゴール。川本、ゴールに蹴り入れました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。0対3、アーペ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？現在の順位などを考えたらもうほとんど優勝の望みはないですよ。しかし最後まで勝つ意欲だけは見せてほしいですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第30節、シエロ対サンフレッチェ。天気は雲が青空を隠しています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半24分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。小倉ドリブル、森安倒された、ラモスドリブルで攻め上がります。川野パンチング、森山体で止めに行った、ラモスボールに回転がかかっている、ゴール。粘りが実を結びました。両クラブ最後の決め手を欠きました。今日は絶好調じゃないんですか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦の序盤、サンフレッチェ1点のリードを許しています。野順優タッチライン沿い、三浦止める、野順優一気に攻め上がります。うまいフィント、ストイコビッチ止めることができない、ロングパス、ファンルーンどんどん切り込んでいきます。ゴール。前川信じられないといった表情です。サンフレッチェとうとう同点に追いついています。後半14分、シエロ。現在のところ同点で試合は進行しています。加藤パス、小倉ゲームを組み立てます。小倉、加藤、三浦、加藤、惜しい、外れた。川野かろうじてこのピンチを乗り切りました。後半16分、シエロ。現在のところ同点で試合は進行しています。ブッフバルト先ほどから試合に入っています。立てます、ストイコビッチドリブルで攻め上がります。ドリブルで攻め上がり、柳本、これは防戦一方、三浦止められない、ストイコビッチ、ゴール。小倉、さあペナルティーキックです。いった、そこに選手が詰める、クリア。佐藤、周りの状況がよく見えています。後半36分、サンフレッチェ。時間がないところで1点を追う展開になっています。野順優、柳本、森安攻め込むチャンスを伺います。
フェイントをかけます。加藤カットしました。ここで試合終了です。2-1シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。かなり首位からは離されていますが、少しでも上位を狙ってほしいですね。そういう意味では今日の勝利は評価できますよ。